ボラリスはメキシコメキシコシティに本拠地を置く格安航空会社である。メキシコシティから5 0トル西にあるトルーカ郊外のトルーカ国際空港をハブ空港としてメキシコ全土やアメリカ西海岸へと運航している。現在メキシコ国内ではアエロメヒコに次ぐ2位の規模を持つ。2005年に設立され2006年3月にトルーカ ティフアナ間で運行を開始した。世界最大のスペイン語、メディアグループであるテレビサや、中米最大手の航空会社、タッサ航空、また、世界トップクラスの大富豪、カルロススリムの保険会社インバルサなど、複数の大手企業から出資を受けている。2009年には、アメリカの老舗格安航空会社である、サウスウエスト航空とのコードシェア便の運行を開始した。 創業以来、発着枠が少なく、使用量が増大するとの理由で、メキシコシティ国際空港へは乗り入れていなかった。しかし、2010年9月に、メキシコ2位の航空会社であったメキシカーナグループが運航停止したことを受けて、同空港の発着枠に若干の余裕ができたため、同空港への乗り入れを開始した。 トルーカ空港に到着したボラリスのエアバス A319 型、キ通常の格安航空会社とは異なり、ソフトドリンク、スナック、さらにアルコール飲料などの機内サービスが提供される。これは、同社のスポンサーからの提供によるものである。機内紙、V も提供される。なお、以前は、メキシコシティからトルーカ国際空港までの無料シャトルバスサービスが存在したが、 現在は有料となっている。すべてエアバス製である。座席はエコノミークラスのみ設定されている。ありがとうございます。